こんにちは、ハンシです。今日は久々 GoPro で撮影してみようと思います。ランドクルーザー100車内です。ちょっと時間かかったんですけど、前言った通りこの車買った時の詳細、オークション表だったり、あといくらで買ったかっていう詳細だったり、見せれる範囲で見せていこうと思います。コピーを買った時にいただいて、嘘偽りないよってことで僕いただいてきたんですけど、見せていいのかな。今ここにあるんですけど、あと買った車屋さんの注文書、こんなもんかな。27年、27、28、29、30、31、令和3年、6年前か、ちょうど6年経ってます。27年の8月に買ってますね。費用はいくらかというと、こちら、じゃん、税込み車両本体価格のみ85万円。これはモザイク入れますね。買った車屋さんの名前とか僕の住所とか、車体番号とか入ってると思うんでモザイク入れます。そこだけご了承ください。平成10年式ガソリン車、走行距離は当時17万7800キロで買ってます。で今が20万キロ弱って感じですね。やばくないですか、全然乗ってないですよ僕。6年で2万3000キロぐらいしか乗ってないです。もう僕ちょこちょこ乗ったり、たまに旅行で遠出したりとか、まあ、どうしてもこういう乗り方になっちゃうんですけど、完全に趣味車ですね。オークション表見していいのかな。排気量 4700cc、 型式が UZJ100W、グレード VX リミテッド 4WD、5ドアランドクルーザートヨタ、初年度登録が平成10年の7月になってます。距離がさっき言った通り177,826キロ、色替えなしのグレーメタリック、ガソリン車、カラーナンバーが 1C3、リサイクル料 13,080 円、乗車人数が5人乗り、貨物登録車で、オークションとして出されてたみたいです。積載量が250キロ、記録簿は全部あります。1ナンバーを抹消して3列目シートは、在庫としてありますということで、僕のにもシートはいただきました。純正グリルガード付き、タイミングベルト交換済み、15万2000キロの時に交換してます。ダッシュボード版の傷あり、シートカバー取り付け、そうです、シートカバー付いてたんですけど、ちょっと僕の中でシートカバー合わないなと思ったんで捨てちゃいました。車内汚れ、アームレスト、へこんでるってことですね。アームレスト、ここへこんでるんですよ。これですね。車内汚れ、フロントバンパー加工の穴あり、そうっす、フロントバンパーつけてるんで穴開け加工がされてました。あとは下回りサビありというのは、フレームですね、足回りのフレームにサビがあり、サビといっても許容範囲かどうかっていうのはもう皆さんそれぞれあるし、いわゆる雪焼けとかもないですし、まあ過去動画で出してますんで、どの程度のサビなのか、それは確認していただければなと思います。オークション表を見せてみましょうか。一応モザイク入れますね。わかる方はわかると思うんですけど、こんな感じです。バン、チャンネル半紙、オークション出品表。僕の買い方としては、グーカーにまず乗ってたんですけども、その時に車両のみで85万円で出てたんですね。でその車両本体の85万で、出てたので、これはいいじゃんと思って飛びついて、まずメール相談か、メールで現状販売保証なしでいいので車両本体のみで販売していただけませんかってことで相談入れて、最初はちょっと渋られてたんですけど、まあ、僕もクレームも入れませんし、保証も入れませんし、何も文句も言いません。で、隣の県、熊本県からだったんですけど、買ってきたんですけど、
どうしても欲しいと。で、現状を見に行きたいので、見に行って、そこで良ければ側近でどうでしょうかってことで、相談入れて、もちろん、クレームなし、保証つきませんよってことだったんですけど、構いませんってことで、6年前、足運んで、直接車を見に行って、もう即決状態良かったんで、で、評価点が 3.5 点、内装が B という判定で、平成10年式で、当時6年前ですけど、ね、評価点 3.5 点ってなかなか、まあ、ない車両かなっていうことだったんで、もう即決して買ってきたんですけど、まあ、やれとかそういうのはあったんですけど、期間の問題もないし、調子もいいし、何も言うことなかったんで、もう買ってきて、仮ナンバーつけて、熊本から乗って帰ってきました。乗って帰ってくる時も何一つ問題なく、唯一ビビったのが燃費が悪いとは聞いてたんですけど、満タンで入れて帰ってきたのにめちゃくちゃ減り早くて、漏れてんじゃねえかって最初ガソリン思うぐらい早かったっすね。それはびっくりしました。確かにそれはびっくりしたけど、調子いいし、初めて V8、友達のアメ車以外で乗ったのは、自分が運転するのは初めてだったんで、 V8 ってやべえなと思って、買ってよかった。でもその時思った感情が今未だに残ってますね。うん。だからやっぱりランドクルーザー100ガソリン車手放せないなって、めっちゃやれてきたんですけど、6年前より。僕野ざらし屋根なし車庫で保管してるんで、やれてきたりはしてるんですけど、もう最高ですね。不具合なく乗って帰ってきて、ナンバーを鹿児島県で登録して、今現在乗ってるという感じです。買い方としては、お店の方もすごい理解のある方で、価格としてはオークションで落札した価格は、当時ですよ、当時85万円より下だったみたいです。で、85万円になった経緯を言うと、その85万以下で落札して、もちろんオークションに参加しているということで各手数料発生するのと、あとここ熊本県まで持ってくる陸送費もかかりますよね。それと、まあ、もろもろ諸経費込みなんでしょうけど、85万円って買う側からしたらめちゃくちゃ安いんで、で、当初は85万円プラス保証付き、整備付き、車検付き、まあですよね、各あとメンテ付きで、いくらだったっけな、乗り出し。やっぱり85万円から30万円ぐらい足されたかな。なんか120万円ぐらいだったような、イメージがありますね。で、陸送も込みで確かそれぐらいで、車検も1年付き、貨物登録なんで1年付き、なんかそれぐらいだったイメージがあります。それをだから自分で車両本体価格のみで買ってきて、で、高速代、ガソリン代、仮ナンバー代とかかかってますけど、全然120万とかもいってないし、で、未だにこの6年間乗ってて大きな故障とかなく、まあ、乗れてるんで、上手な買い方はできたかなって自画自賛してるところです。スローライフ、チャンネル半死。まあ、こんな買い方もあるよってことで、ランドクルーザー100、ランドクルーザーに限らず、まあ、買い方としては、まあ、交渉次第ではどうにかなると、あと言ってたのがガソリン車で、売れるとは思うんですけど、在庫として抱えるリスクも、まあ、こんなでかい車抱えて売れなかったら、まあ、それはそれで、車屋さんとしては、まあ、リスクあんのかな。まあ、いつか売れるとは言ってましたけど、ランドクルーザーなんで。だから早く手放したかったというのもあるんですかね。でも問い合わせはバンバン来てたということで、で、僕の熱意と僕がランクに乗りたいという思いと伝えて、あと自分でできることはやるって、で、嘘偽りなく僕今までやってきてますんで、その熱意と、あと当時車屋さんで話し込んで、もう売っていいよって、まあその前に行く前に、まあ、確信持って行ってたんですけど、きっと売ってくれるって、で、まあ、一応口約束はしてたんで、はい、話がまとまれば、じゃあその場で売りますってことで言ってくださってたんで、まあ安心して買いには行った思い出が今ありますね。はい。まあ結果としていい買い物できたって思ってます。もちろんそんな車怖くて乗れないよっていう人もいるだろうし、
オークション上がりのまんまで買うと車内の清掃とか終わってない車とかもあるんで、そうだそうだ、車内の清掃はしてくれてたんですよ。だからそれも決め手で買ったっていうのもあるんですけど、まあ、いろんな買い方あるんで、で今ランドクルーザー100ちょっと価格上がってきてるん でディーゼル車はもうプレミア価格ついて、とてもそんな80何万とかじゃ買えないですけど、ガソリン車はグーカー見たらありますよね、80、90万、100万切るぐらいで出てはいるんですけど、まあ巡り合わせと、あと自分の目で自分の足を運んで自分の目で確認して状態がいいのだったら本当に壊れない車なんで、メンテさえしてれば、メンテ部分はもちろん消耗品だったり交換が必要な部分はありますけど、大きなところが壊れるってそうそうないと思います。で僕みたいにもう20万キロ近くなってきたらもちろん必要になりますけども、買った当初の履歴見てももう必要箇所は前のオーナーさんとかがさすがランクルに乗るだけあってちゃんとされてたんで、そう、そこら辺の記録簿までちゃんと見て、記録簿があるかどうかもすごく大事な要素だと思うん でその記録簿見ながらの、記録簿もいっぱい残ってるんですよ、残ってるんですよ記録簿もずっと、そうそう、それも買う決め手になって、何枚って残ってたんで、うん、そこまで見せれませんけども、本当に残ってたんでそれも信用して、だからそういったものをトータルで見ていい買い物できそうな時はぜひランドクルーザー100買ってみてください。今全然ランドクルーザー100は買いだと思いますので、いい個体いい車両を見つけたらぜひ、ランクル100のオーナーになってみてはどうでしょうか。ということで、今日はこんな感じです。また。Oh!